イーグル銀貨とは、アメリカの公式銀貨コインの一つである。1986年11月24日に、アメリカ造幣局によって、最初に鋳造された。重量は1オンスで、法定額面価格は1ドルです。アメリカ造幣局は、すべてのイーグル銀貨のすべてのオンスに99.9%の純銀が含まれていることを保証されている。 アメリカのイーグル銀貨とイーグル金貨コインは、個人年金口座への投資に資金を提供するためにも、使用可能1990年代2000年代、レガシーサフリーダム、ユナイテッドステーツユナイテッドキングダムシルバー、ブリアンコインセットの表紙。大統領とサカガビアのドルに囲まれた、シルバーイーグルコインを使用した2007年の、米国造幣局の年間比通1ドル効果セット。 2010年代2020年代出展、アメリカ造幣局がアメリカのシルバーイーグル地金コインを出荷するために使用する緑色のプラスチックの箱。各モンスターボックスには25個の小さなプラスチックチューブがあり、それぞれ20枚のコイン、合計500枚のコインが入っています。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物である。 インターナルレベニューサービスのウェブサイトもしくは文書本文を含む。イングこの記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるユナイテッドステーツコングレスのウェブサイトもしくは文書本文を含む。イングこの記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるユナイテッドステーツントのウェブサイトもしくは文書本文を含む。イングありがとうございます。